わ、寒い。こんにちは、こんばんは。今日薄いですね、メイク。薄い。今日は18時半からNシップ公演です。そう、唇切ったんです。バイバイ。そうなの、唇切っちゃったんです。切ったっていうか、その最近ね、その乾燥なのかな、乾燥とかでカサカサになっちゃって、それがピロピロめくれちゃうんですよね。そうだから全然大丈夫、痛くもない。本番はリップで隠しながらやりたいと思います。ノリじゃないの。恥ずかしい。リップ塗ったら分かんなくなる。分かんない、どうだろう。ちょっと赤めに塗っとくわ。ちょっといつもより濃いめに塗っとくわ。じゃあ、そう、だいぶ今保湿したりとかして、あのこっちもちょっと切れちゃってて、だからそれをこっちはだいぶ治ってきたんですよね。乾燥ひどくて中学何年生ですか？19歳です。どう考えたら中学生に見えますか？注目しておきます。注目しないでください。今日はいつものアーノの固定ヘアと言っても過言ではないでしょう。編み込みの耳かけです。で、ワッフル巻きです。そうですね、この前の公演で14歳って言っちゃったからね。ね、思われても仕方ないよね。なんかでも暖かくなってきましたね、ちょっとずつ。今日もなんかそんなに着込まなくてもいけました。だって今中半袖ですもん、寒いけど。そう、半袖着て、トレーナー、長袖のトレーナー着て、この上着できました。今日あったかかった、全然。暖かくはないけど、ちょっとずつ過ごしやすい気温になってきたのではないでしょうか。半袖は寒いわって、みんな半袖だよ。リハみんな半袖だから、ほとんど。寒すぎてダウン着てる。確かにやっぱ夜は寒くなりますよね、ちょっとずつ。でも気抜けないですから、ここからまた寒くなる可能性もあるから。ずっと今暖かくなって寒くなって暖かくなって寒くなってを繰り返してますからね。
そう、風強い最近。スタジャンってちょっと春っぽいね。そう、春っぽいって思いきや生地はちゃんとあったかいんです。これもこもこ、もこもこではないけど、何生地っていうのこれ、テロンテロンではないんですよ何生地っていうんですかね、なんかちょっともこもこしてるんです。だから寒くないです。いや、裏起毛ではない。今日踊れるかな、大丈夫かな。最近は本当にポジションがコロ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 動いてるから分かんなくなっちゃうんですよね。緊張。そうですね、今日はさかたんが公園にまたいでくれてて、坂田が来ましたよ坂田が来ましたよ。ポジションたくさん任されすぎ問題。いや、任され、もうチューライブのも散歩時やってたから任されすぎではないけど、あの1番手と2番手を交互にされるとちょっとね、あのどっち行けばいいやってこの前の声迷子になっちゃってたんですけどしっかり映ってたんだけど、そう、迷子になっちゃうからちょっと大変だなっていうだけでぐる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 回ってるから今。ね、本当に今日はあっち行ったりこっち行ったりしないことを願って頭動かしながら頑張りたいと思いますそう、最近怖いの本当に、公演楽しめないもう本当に次どこだ、次どこだって考えすぎてもう楽しくない1ヶ月前はめっちゃ楽しかったよ。この2月の間に一気にポジション増えたから大変だよ。ありがたいですけどね、こんなに前のポジションさせていただけることなんてめったとないので。メンバーのミスを見るのも醍醐味ってやめて笑い物になんないから反省会で言われるんだよこっちはそう、なんか重大な、なんか振り間違え、ちょっと間違えた振りとか、振りちょっと間違えたぐらいならよし次頑張ろうって思うけど、なんか大きな、なんか立ち位置をミスると本当に自分の中で大打撃が来るんです大きなダメージが与えられるんですよ、立ち位置間違えたら自分の中でね。だからそれでちょっと、はあ、ダメだダメだって思ったらまた間違えちゃうから、いつもそうやってなってるんですけど、そうそうなんです。立ち位置を間違えなければいいやっていう精神で最近はやってます振り間違えたところで誰にも迷惑かけないからね。とりあえず立ち位置だけ今日も立てればまあね、もちろん振りとか立ち位置全てベストでするのが一番いいんですけど、
思い込みとか考えすぎちゃうと苦しくなっちゃうから。なるへそ、立ち位置の方が大事なんだ。わかんない、私はそうだなって思ってるだけ。わかんないよ、立ち位置立ってるけど立ってるのもダメですよ。でもまあ恥ずかしいのは自分だけじゃんっていうだけです。立ち位置間違えたら他の子にも迷惑かけちゃうから。振り間違えても揃ってないって言っていい印象はないんだけどね。今日8期が多い公演。そうなの？雪の8期多いか今日。もともとだってあれですもんね、8期多いですもんね。 N が確かに8期多いね。楽しみにしててください。坂田さんがどのユニットで出てくるのか、リハ見ててめっちゃいいってなりました。私はめっちゃ似合ってました。これたまに15分経ちましたって出ない時あるから、15分経ったら教えてください。多分45分くらいです。コシリンがちょっと心配。そう？ソロコンめちゃくちゃ綺麗に踊ってはりましたよ。きっと治ってることを願っております。あと3分。お、意外とね、意外と経ったんだね、びっくり。すんごいみんなからまたがないのって来てるわ。ね、お呼ばれしたらまた来ます。でも今はちょっとゆっくりさせてください。シンポジをいっぱい覚えたからさ、もうちょっと待って。もうちょっとゆっくりさせて。アーノンソロはいつですか？まだ実力が足りてないですね。まだ一人で立てません。でもまあカリンさんのソロコン見て、わあかっこいいなーってめっちゃ憧れるなーって思ったから、楽しそうだなーって思ったからね、まあ、いつかできればいいなっていう、なんだろう、目標をちょっと立てて頑張りたいと思います。いつかできればいいねっていう。本当にすごかったです。だから1回目のソロコンも見に行きたかった、ちょっと用事があって行けなくて。2回目のソロコンからの参加なんですけど、3回目も行けたら行きたいなって感じです。何もなければ。3回目は出演かもね。ない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 。出演する要素がないもん。そう、結構前の方に座ってたんですよ。通路の前のやつ。通路の前にいたんです。なんか1回目の時はみんな一番後ろって言ってたから、あ、一番後ろなんだ、じゃあ意外と全体見えやすいかもって思ったら結構前でびっくりしました。変わってたみたいですね、席が。次はでも WW ホールで広くなるからね、もっとまた景色も変わりそう。45分よってありがとうございます。これって出ない？あ、出ました。今出た。ではちょっと15分経ってすぐで申し訳ないんですけど、この後また準備とかがあるので着替えて歯磨きしていろいろあるので。ではでは発表、順位発表したいと思います。
そのドリアン少年でね、カリンさんが客席来た時にね、大バレしましたね。もう気まずすぎて恥ずかしかった。マスクしてたからまだ良かったわ、あのはマスクしてなかったらちょっとどんな顔すればいいか分かんなくて安心でした。ちょっと、はい、では13位から発表します。13位、日賀直さん、ありがとうございます。12位がチカラくんさん、ありがとうございます。11位がハトちゃん、ありがとうございます。そして10位がソルさん、ありがとうございます。で、9位がマーサさん、ありがとうございます。8位がナグノンさん、ありがとうございます。8位言ったから、7位が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。6位が、これはなんて読むの、読めないですね、福津さんでいいですかありがとうございます。5位がジョーさん、ありがとうございます。4位がヨシケンさん、ありがとうございます。3位がハリーポッターメガネのひげおじさん、ありがとうございます。2位がノブさん、ありがとうございます。そして1位がいつきさん、ありがとうございます。では早い短い時間で申し訳ございませんでした。この後公演の準備をして、18時半開演で無事出航できるように頑張ってまいります皆さんも見守っててください。ではでは、無乗船される方お待ちしてます。バイバイありがとうございました。